どうも、レスプレッソラボの山下です。本日もよろしくお願いいたします。先日ですが、バリスタのスターターセット、デロンギのこちらのマシンを使用したスターターセットです。で、本当にご購入いただきましてありがとうございました。ですね、こちらのマシンがデロンギの方からがもう終売となり、セットが多分もうそう長く販売ができないと思います。で、その次に考えているのは ECO っていう型番のデロンギのマシンになりますが、やはり値段が上がってしまいますので、今のこの価格っていうのでできるのがもう最後になるかもしれないですので、できるだけお早めにご購入いただけたらなと思います。で、一応このセットの中には、使い方の説明書と今までいろいろな動画で伝えてきたものをギュッと集約した、動画と説明書があります。とエスプレッソの入れ方もありますし、スチーム、これ動画で、お伝えしております。で、これは一般販売してない教材ですので、このスターターセットをご購入いただいた方にはお渡ししておりますので、よろしければお願いいたします。と、あとはラブラミックスのカップですね。こちらご購入いただきまして誠にありがとうございます。本当にターコーズブルーっていうんですかね、そういった色も結構なんか可愛いですので、こう写真出てると思います。いろいろなカラーのカップがありますので、よろしければご購入いただけたらなと思います。やっぱりまあ家でちょっと入れるにしても、ちょっと色があるだけで可愛いですので、よしはぜひ手に入れていただけたらなと思います。で、今回ですが、私のラテアート教室に来てくださっております、生徒さんから、写真をお借りしてお伝えしていきたいなと思います。ぜひ皆様質問などございましたら、動画概要欄のところに、メールアドレスを記載しておりますので、よろしければそちらに、質問または写真を送っていただけたらなと思います。で、こうやって動画で説明しますので、解決できるのではないかなと思いますので、よろしくお願いいたします。で、今回はチューリップですね。ドン、まあ、こんな感じで、下が土台の部分ですねが伸びてしまうという、この原因についてまずはお伝えしていきたいなと思います。で、あのチューリップが縦長に伸びる理由なんですけど、そもそもその何でしょう、カップに対してお椀状になる部分っていうのは絶対に限界があるんですね。はい、お待たせしました。まあこういう感じですよね、3段のチューリップを描くとすると。で、絶対ここっていうのは隙間がありますし、もし注ぎが弱ければこのチューリップっていうのは1段目ですね、1段目っていうのは絶対に注ぎが弱ければこう小さくなっていきますよね。で、これは何でしょう、お椀の限界距離なんです、注ぎが弱いと。あの書き出してからの注ぎですねが弱いと小さくなりますので、これは限界になります。で、これを無理やりぐーっと押し込むと、さっきの写真のようにこうなります。そうなんですよ、だから単純に注ぎが弱いのにむちゃくちゃ押し込んでしまったりすると、ああやって伸びてしまう可能性っていうのがあります。それと、まあ基本的にそうですし、あとは押し込みですね、押し込みを何でしょう、書いて1段目の下の部分ですね、書いて溜めてゆっくり押し込んでフェードアウトっていうのが理想的なんですけど、やっぱ伸びてしまう方の1段目の動きっていうのは、書いてそこで何でしょう、溜めてうらって進んでしまうんですよね。こうスッといってしまうって感じです。そうすると滞留も減ったくれもなくなってしまいますんで、
丸かったところがふわっていきますね。ビョって伸びます。でこれが原因の2つ目です。でこの2つが時々セットで、やってしまうっていう方もおられますので、まず注意点としては注ぐ勢いは強い目で大きく書くことが大事です。でなので3段のチューリップが苦手な方は2段目を2段のやつを書いてもらったらいいですよね。で慣れてきたら3段書いてもらったらいいと思います。でとりあえずは2段でもいいですので、勢いよくバーッと書いてその後じっくり進んでいきます。それが大事なポイントになってきます。それと押し込みのタイミングなんですけど、これちょっとなかなか目で見るにはなかなかレベルが上がってしまう話なんですけど、この押し込むタイミングっていうのはこの両端のウィングの高さです。ウィングの高さっていうのはその何でしょう、アートの大きさを好きな位置まで上がってきたら押し込むって形なんですよ。ですね、結構低い目に1段目を作りたいっていう場合は、早い目に押し込んでいきます。そうするとこういった感じになります。で最近流行りのウィングチューリップとかってハートの上の方まであるじゃないですか、一番上のハートまで。それはピッチャー注いでるピッチャーのだいたい横ライン、ここまで一番外のラインが来たら押し込み始めるって感じですね。押し込み始める。そうするとこういったちょっと分かりにくいですけど流行りの感じのこう上までグッと上がったものになります。ですのでサイドの好きな高さまでうーっと溜めてもらって、その成長をまあ止めるかのごとくグッと押し込んでもらえばいいかなと思います。まあ、ですので何でしょう、その理想形っていうのをまず、理想の写真っていうのを探しておくといいかもしれないですね。でそこからあここまでの高さかみたいなのを判断してパーッと書いてフッと押し込んでもらえばそこまでの高さにすることができるかと思います。で、同じくピッチャーを振ってもらってもいいんですけど、ピッチャー振る場合は何でしょう、振りためてからゆっくり進むだけです。だ基本的に普通に振らずに書くのと一緒で、それに加えて振るだけですので、あまり無茶なことをしないように注意してください。それでは今回は久しぶりに家庭用マシンというかデロンギの方ですね、で作っていこうかなと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、それでは作っていこうと思います。でこういったマシンの場合はまずタンクに水を送らないといけないですので、こういった空出しというのは一度は行っておいてください。でまあ任意のタイミングでスチームモードにしてもらったらいいかなと思います。でまあこんな感じに粉を詰めてきました。こういった今販売してるんですけど、こういった家庭用でも使える、何でしょう、高さを稼ぐことのできるドーシングプレートですね。業務用の方もこういった背の高いやつもあります。こういったものがあると15とかそういう時に入れるのに入れやすいですのでおすすめです。でこのまんま、まあブラインドシェーカーでもないですけど、ちょっと生徒さんが工夫してまして、ディストリビューターを乗せてなんと振るというね。でまあこうすることでやっぱり粉がこうサラサラになりますんで、要はブラインドシェーカーと同じ役目をしてくれます。だから焙煎したての豆でしたらこういう組み合わせで工夫ができますので、よろしければぜひ手に入れていただけたらなと思います。で、使用するカップはラブラミックスですね。でちょっと珍しい色で、この色だけちょっとケツがダサいっていうね。まあでも本物のラブラミックスです。はい。でこの子のレベリングの時なんですけど、端っこを埋めるような感じでこう下を回してもらえばこのように綺麗に埋まって、
中央山高になります。で最強のディストリビューターですね。でこういった難しいアートを描くときなんですけど、豆が重要ですので絶対にクレマがある状態で描いてください。これもう必須ですね。で押し込みます。で、問い合わせいただいたんですけど、短パンにどれぐらい隙間がありますかっていう質問がありましたけど、まあこんな感じ、右に寄せるとこれぐらい開きます。でこれはあまりカツカツにしすぎない方がいいと思います。ちょっと余裕ある感じでいいと思いますので選んでいただけたらなと思います。で、ここでスチームモードに変えて、その間に牛乳を入れます。だいたい170ぐらい入れてたらいいんじゃないかなと思いますね。150とか少し少ないんじゃないかなと思います。それで、スチームが OK になるのを待とうと思います。それではカット。はい、それでは OK が出ましたんでいきましょう。で、なんでしょう、蒸気を捨てすぎる人もいるんですけど、はじめの水鉄砲さえ出てしまえば OK ですので、水鉄砲が出上がったらもう OK です。で多少薄くなりがちかもしれないですけども、それはもうでも若干しゃあねえかなとは思ってます。スチームは早い目に泡立てて、あとは攪拌に専念するって感じですね。で手のひらで測って、手のひらが熱くなったら止めます。で即座に空出しして抽出温度を下げます。これ絶対です。抽出温度下げないと沸点抽出になりますんで気をつけてください。また逆に出しすぎると目的の温度より低くなりすぎますので、それもそれで注意が必要です。はい、こんな感じにクレマが出たらいきましょう。はい、いきます。まず上から落として白が出たらなぞります。でここからある程度強さで描いて押し込んでいくって感じですね。で2段目真ん中で一番上、こういう感じですね。はい、いかがでしたでしょうか。まああんな感じにちょっとわざとらしく今回は強い目に注いで振ってみましたけど、まあそこは若干調整してもらったら良いかなと思います。で、あまり自信がない方は本当に2段でさっきぐらいドワーって注いで、そこにまあ振るのであればちょっと振って溜めてスススッと進んでもらったら良いかなと思います。絶対に振ってスッといったりとか、うーっと書いてスッといくのもダメですし、注ぎが弱くて行き過ぎちゃうのもダメなんで、だいたいそのポイントが5ミリ進んでもらったらいいかなと思います。1センチいくとちょっと伸びるんじゃないかなと思いますので、あと書いてるポイントからカップの中央だいたい5ミリぐらい進んでもらったら良いかなと思います。では今回のウィングチューリップいただきます。うん、美味しいですね。でエスプレッソもそうなんですけど、 25cc っていうルールはなくて、何でしょう、こういう大きいバスケットで1杯分取る場合は15とか20とか少なくしても意外と美味しいこともありますので、ぜひ試してみてください。今回はだいたい20ぐらいですかね、にほとんどほぼ牛乳です。いいですね。で
牛乳をあえて60以上70以下にするのではなく、もう暑いですし牛乳の甘さが欲しいっていう時はちょっとぬるいね、50から60の間ぐらいに作ってしまえば牛乳の甘さが出ますので、すごく濃く出したエスプレッソでもその牛乳の甘さにこううまくミックスしてうまいってなりますので、ぜひその挑戦もやってみたらなと思いますので、ぜひ挑戦してみてください。当店舗では1対1のラテアート教室をやっております。やっぱりそのなんじゃインスタグラムとか見ててもずっと練習してる方もいますよね。あの失敗してずっとハートみたいな、まあそれが好きな方もおられると思いますので否定はしないですけど、多分でもハート描いてリーフ描いてチューリップ描いてスワン描いてバラ描きのみたいな、そういう風にいろいろ描けてきた方が多分もっと楽しいんじゃないかなとは私は思います。ぜひですね、その きっかけっていうのをつかみに来ていただきたいなと思います。で、あとそのよくフォームミルクで質問をいただくんですけど、この動画ではフォームミルクはあまり触れたくないなとは自分で思っています。その隠したいっていうわけではなくて、こういう柔らかさのあるでも泡が乗っているフォームミルクっていうのを私の言葉言語力ではお伝えできないっていうのがあるんですよ。もうそれなら私は作ったのを一回触って書いてみてくれっていう方が、何でしょう、聞いてる側も見てる側も生徒さん側も一発でなるほどって思うと思いますので、やっぱりそのまずはその正解のフォームミルクっていうのを見てみてなるほどっていうのは感じてもらったら良いかなと思います。あとやっぱいろんなラテアート教室に行かれてからうちのラテアート教室に来られる方も多いです。で、その何でしょう、体験教室はどこまで行っても体験教室なんですよ。で、何でしょう、先生がフォームも全部作ってしまって、じゃあ注ぎましょうみたいな感じで、2時間で6000円取られるみたいな、で6名でやるみたいな、それはできんよねっていう話ですので、もうそれであれば今本当にかなり安くやってます。本当に私もちょっと辛いなと思いながらやってますんで、でもその一人でもできるように全力でやっておりますので、よろしければ今のうちに、ちょっと倒れるかもしれないですね私がまたですね、今のうちに来ていただけたらなと思います。本当に一人でもできるようになる子になるように手伝わさせていただきますので、よろしくお願いいたします。一緒に頑張っていきましょう。あとそのショップの方、これから開業される方なんですけど、なんでしょう、専門学校とかで100万ぐらいドーン払ってもちろんやるのもいいと思うんですけど、なんでしょう、よく機材を間違ったりしてしまうんですね。こういう本当にその機材を間違えるともう一回買い替えるとか、またその妥協で出さないといけないということになるんですよ。せっかく満を持して店を出すんですから、そういった機材の相談とかもしっかりと乗りますので、よろしければ、なんでしょう、このダブルスクールでもないですけど、別にそれでも全然構いませんので、相談に来ていただきたいなと思います。それと、まあ一応私はこうやっていろいろ活動してきて、ちょっとした経営や集客もやっておりますので、その点もお伝えできますので、ぜひ参考になると思いますので、開業される方もぜひ一度来ていただきたいなと思います。で、すでに開業されている方については、何でしょう、出張の方でお伺いもできますので、よろしければお願いいたします。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。